ああ、やっと、やっとやで。はい、というわけでどうも、カズチャンネルのカズでございます。いやー、本日4月24日、ついに発売されましたね。iPhone SE の新型でございます。いやー、やっと来たー。はい、というわけで iPhone SE ですね、こちら大好きな方大勢いらっしゃるんですよ。なぜなのかというと、まあ価格が安いってのもあるんですけども、デザインがですね、角張ったもので超活かしてますよね。最近の iPhone はさ、なんか丸まってるじゃん。なんかデザインで冒険をしないっていうかね、やっぱデザインで尖ってってほしい。ちょっとうまいこと言いましたね、はい。あの尖ったですね、あの角張ったデザインが好きということで、 SE、 新型の SE をずっと待ってた方大勢いらっしゃるかと思います。ほんでもその SE が発売されたのが2016年のことになりますから、今17、18、19、20ということで、実に4年ぶりです。4年間待ち続けた方、お待たせいたしました。ただここでもう皆さん知ってるかと思います、残念なお知らせが早速ございます。あのデザインですね、そのまんまじゃないです。はい、しっかりとカズさんのように丸まってしまいました。いいも悪いも、ただ丸まってしまったんですけども、かなり中身の方はですね、バージョンアップされておりますので、あーもう待って、角張ったのが良かったのにって思う方も、まあ仕方ない、おいいじゃんって思う方大勢いらっしゃるかと思いますので、ぜひこちら今回見ていきましょう。はい、ほんでですね、今、まあ、発売日当日なんですけども、問題点はですね、今14時でございます。間に合うのか、19時のアップに間に合うのか、まあそこ手腕の見せ所でございますね。まあというわけで手こずってられません。さあ早速オープンでございます。まあ、ここもバージョンアップされたよね、すごく開けやすくなりました。ほんで今回購入したモデルがですね、赤モデルのやつで、ほんで容量がですね、64GB モデル。いやこれ今回のポイントはね、 64GB モデルでなんと 44,800円。いやすごくない？やっぱね、 iPhone って憧れあると思うんですよね。ほんで今回のポイントはですね、あのまあ前のやつよりはもう大きくなってしまったけども、あの小さくて軽くて安い、しかもそれでいて iPhone、 iPhone ブランドってのがやっぱポイントだと思います。では開けていきましょう。オープンでございます。さあやっていきますよ。こちらが、新型でございます。タンタタンと、え、あれってなんかちょっとあれと思った方いらっしゃるでしょ。わかっこいいってのもあると思うんだけど、いや、ってえ見たことあるしって思う方いらっしゃるでしょ。そうなんですよ、今回ですね、あくまで iPhone SE の新型っていう位置づけなんですけども、サイズ感、重量すべてですね、 iPhone 8と同じでございます。なのでどっちかというと SE の新型っていうよりかは iPhone 8.2 って感じ。だそれだとね、ちょっとダッセーからっていうことで、一応ね、あの価格だけはね、あの価格だけはちゃんとね受け継いでおりますので、な SE のね新型でいこうよっていう感じになったんだと思います。また今回ですね、まあ、64GB モデルで 44,800円っていうのがあるんですけども、多分ね8の金型とかさ、ね、この液晶とかを使うことでかなり安く作れるようになったんではないのかなと思います。ただそれ以外ね、中身の部分これから見ていこうと思うんだけど、中身がねまあえげつないから、まあちょっと見ていてください。ほんで他入ってるモデルで言うと、こちらですね、5W の、まあ、昔ながらのちっちゃいやつ。ほんでうわー、エアポッツの、なになにプロみたいなかっこいいのと思ったら、はい、もちろんコード付きでございますね、はい、そして充電用のコードも入っております。ほんでまあこいつだと急速充電できないんですけども、今回のやつですね、もちろん急速充電も対応しておりますので、30分の充電で8割ぐらい充電できる、そしてあのチーも対応しておりますので、無接点充電も可能でございます。ではですね、ちょっとスペックの方を見ていきましょう。さあそして今回ですね、おそらく、まあ、SE の方が新型 SE に買い替えるって方多いと思うんですけども、その時にどこがどう変わったのかね、見ていこうとします。さあ今回ですね、この Apple のサイトで比較できるので、こちら見ていきましょう。ほんで左から、旧型の SE、 ほんで今回の新型の SE、 そんで8になっております。まあ、ちょっと見比べていくと、まず画面サイズがですね、4.7 インチということで、
iPhone8 と同じでございますね。ほんでちょっと下の方を見ていこう。さあ今回ねポイントとなるのがこちらでございますよ。チップセットがですねなんと A9 から A の13ですね、13になりまして、なんとこっちですね、今現在使われている iPhone11 Pro と同じなんですよ。第3世代のニューラルエンジン搭載ということで、めちゃめちゃ性能はいいです。どのぐらいいいのかというと、CPU 性能でね最大で 2.4 倍、ほんで GPU 映像的なやつね、それはですね約4倍と言われております。いやほんとマンモスになったね、ほんとゴリラみたいなパワー。ほんで違うところで言うと、ちゃんと防水対応で、水深1メートルで30分まで大丈夫ですよって。ただ SE、旧型の SE でもね意外と濡れてもいけるっていうのはあったと思うんですけども、今回ちゃんとねしっかりと防水対応となりましたので安心感はあるかと思います。そんでこちらがですね、サイズ感になるんですけども、こちらねサイズ見てみるとおーと本当全く一緒なんですよね8と。ただ、SE と比べるとですね重量が、まあ、2、3割アップしたかなとね、 113g から148g になってしまいました。ただね一点いいなと思うのは、あの8と同じアクセサリーが使えるんですよね。だから今現在ね iPhone8 のアクセサリーっていっぱいあるじゃないですか、なんかケースからないまで、それがですね使えてしまう。だからねもう買ったと同時にめちゃめちゃラインナップがあるっていうのは今回の新型 SE のいいポイントでもあります。そんで今回ですねあのカメラ的なものですね、あのこの外側についてるのもそうだし、この表側のやつ、どう変わったのかというとめちゃめちゃ良くなってます。画素数でいうと、12マイピクセルで一緒は一緒なんですけども F 値が違うんですよ。 F 値がですね 2.2 から1.8 になっております。それってどうなってんのってなると、例えばねその、まあ、2段階ぐらい、これ暗くするとねこれでやるよ、こんな感じで暗くなっちゃったでしょ。それがですね、新型の SE にするとコンとこんな感じで明るくなるんですよ。だから今までね夜結構暗かったでしょ、ノイズすごかったでしょ SE 使ってる方。うわーでもこれ SE だからしゃあねえんだよって思ってるかもしれませんけど、新型違います。そんぐらい明るくなるのでノイズがね少なくなるんですよね。ほんでこちらのインカメの方ですね、インカメの方が 1.2 メガピクセルだったと思うんですけど、それがですね7メガになりました。画素数で5倍以上ですね、普通に綺麗です。今までインカメでねなんかいいも悪いもなんかねレトロなふわーんっていう感じで撮れるでしょ。もう次ね SE に変えてごらんなさい。もうねピッカー撮れるからね、ちょっと試してみようかな。うんね、ちょっと8と、新型 SE でちょっと取り比べインカメやってみましょう。いきまーす。 OK。 さあ比べてみてみると、わあ、パッと見後ろのねあのパソコンモニターが白く飛んじゃってる部分がちゃんとなってたりとか、あ服のとかの色飛びとかもすごい良くなってるねこの辺度。ほんでカズさんの顔自体はねやや質感が良くなってるかなみたいな感じで、まあ、そこら辺はね大きな変化も特にないのかなと思います。そんで今回ですねもちろんフェリカにも対応しておりますので、今までですねスイカでピーとかねなんかできなかったでしょスイのができなかったでしょ、それがですねもちろんできるようになりました。今ですねもうすごいタッチレスな時代になってきてるので、うわーありがたいよね。現金なんかさばいたくないみたいなあるじゃん最近。だからそこら辺タッチレスになったのはありがたいところでございます。まあそんで他今回はですねまあ Android ね、今までまあ値段が安いから Android 使ってたんだって方も全然その乗り換え需要はあるかと思うんですけども、逆にですね、私が使っているこちら iPhone11 Pro ですね、逆にこれ買い替える需要とかあんのっていうの。いやでも私の中ではですね一部いるかなって思うんですよ。まずですね、サイズ感とか重量で見るとね、もちろん、今回の SE の方はですね小さくて軽いんですよね。ただそこじゃない、まあ多分一番の問題点は顔認証です。やっぱですね、まあ、室内だったらマスクしないってことはあると思うんですけども、いざね自宅から外に出た時ですね、まあその感染予防ってのも最近あるけども、やっぱ言われてるのが
もしかすると自分がね保菌者かもしれないね、菌をねウイルスを持ってるかもしれないから他の人にうつさないでおこう、だからこそマスクがエチケットみたいな文化もできてきてるんだと思います。だからほとんどの方ですね、マスク不足で手に入らない方はね仕方ないと思うんですけども、ほとんどの方マスクしてます。だから屋外出た時にですね顔認証が働かないんですよ。でも今回のやつなんとですね、ピッと、はい、こんな感じでタッチ ID です。いやこれですよね、まあ、ただタッチ ID になることでなんだろう、いいも悪いも、もう昔のデザインなんですよね、だからそれがちょっとって思う方はいらっしゃるかもしれませんけども、ぶっちゃけ今のやつもねこの、まあ、比べると分かりやすいんですけども、どっちかというと縦にねただ長くなっただけで、あの横幅的にね画面が大きくなってるかというとそうでもない、だからね使い勝手的に別に大したこともないし、タッチ ID 使えるんだったらって方いらっしゃると思うんですよね。ほんでもちろん他の部分で言うとね、あのカメラ部分ね、カメラ部分も超広角とあの望遠レンズ、あのそちらついておりません。シングルです。いつも通りのやつしかないんですけども、まあ、ぶっちゃけ普通使いで言う使わないよね。自分もね、まあ、こちらはね3つあって間違いなくこっちの方が便利なんだけども、あの使う分かなり、ね、限定されてます。望遠レンズになって言うと、子供たちの運動会とかそこら辺で使うでもその1回しか使ってないですよね。そこら辺で1回使ったっきりでもう使わない。もう 99% 普通のレンズ使ってるんですよ。だからねあんまり支障がないとも言えるかもしれません。あとバッテリー持ちで言うとね、もちろんこっち iPhone11 Pro の方がいいんですけども、こっちバッテリー持ちどんぐらいなのかというと iPhone8 と一緒です。だから今回のことで言うとね、この iPhone8 ずっと使ってて最近 iPhone8 バッテリー持ち悪くなってきたな、交換しようかな、あでも 64GB 安っ、あ、な SE の新型にしようみたいな方もいらっしゃるかもしれません。はい、まあねこんな感じで簡単に紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。ちなみにですね今、Geekbench 5とかで、まあ、同じ CPU 使ってることでちょっと測ってみたんですけども、まあ、マルチコアはね、まあ、ちょっとなんか変な差がついたんですけども、シングルはねほぼほぼ一緒、ほんで、GPU スコア的にもね一緒ということで、かなり優秀です。まあ、今回 SE のデザインがねそのまんまいかなかったっていうことで、まあ、型を落としたっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、今回のやつはかなり売れるかと思います。まあ、逆にですねこの iPhone11 とか 11Pro のシェアを食うっていう可能性もあると思うんですけども、やっぱ最近この iPhone のシェアが落ちてきたね、この Android に食われてたからそっち食われるぐらいだったら SE 行っちゃおうみたいなね、安くていいの行っちゃおうみたいな気持ちで行ったんだと思うんですけども、それがどう出るのか非常に楽しみでございますね。またねあのタッチ改めてね今回いいなと思ったので、もしかすると次のね今こういう時期もあるから次の iPhone には画面のねタッチ認証ね、あの Galaxy などではねもうすでに採用されてるんですけども、そちらがもしかすると乗っかってくるかもしれません。というわけで本日はですね新しく発売された、iPhone SE のご紹介でございました。あそんで言い忘れてた、これ今 iPhone SE のインカメで撮ってるんだけども、Wi-Fi 6対応して eSIM にも対応しております。ではバイバイ。